はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅や動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本中、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。でそしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクをしてもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google になる AI がよりたくさんの方々にこの安数のチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい、僕はね、実はお漬物が好きなんですけども、まあ、いきなりの話があって言いますとですね、まあ、食事制限があるので食べたらあかんのですよ今、まあ、移植後1年経ってるんで、まあ、そろそろ制限も解除かなと思って、こう思い切って聞いてみたんですよ。でまあ案の定、生肉、生魚、生卵、漬物、キムチはまだあかんと言われました。まあ、生肉やったらユッケでしょ、で生魚やったらね、刺身や回転寿司でしょ、生卵やったら TKG や、まあ、半熟卵ね、漬物やったらたくあん好きです。あとキムチやったら大根キムチが好きですね、まあ、どれも好きです本当に。でもカツ丼のね、卵とじとか、あの半熟感なんて最高でしょ、たまらんすよね。でも食べたらあかんって言われるんですよ。悲しい、本当に悲しい。あのね、食べてる時のこのチュルンっていう感じもう味わわれへんからね、早く味わいたいですね何の話やねん。いや、そうたくあんも大根キムチもですね、まあ、ご飯にのせて食べたいんですよ。でもそこで看護師さんがね、火を通せば菌が少なくなるから少量からやったら食べてもいいですよって言うんですよ。でもね、なぜならヤッスーさんは免疫抑制剤を飲んでるから菌に対する抵抗力が少ないんです。もし何かを食べた時に菌に負けてしまったら腸の GVH が出て下痢するよって言われたんです。まあでも下痢するぐらいだったらええかなって思ったんですけど、入院中のような下痢になったら嫌やからやめておきます。あれも壮絶やったんでね、おむつしてましたからね、大人の医療用紙おむつ、子供のパンパスみたいなやつね、履いてましたからね。でもそもそも刺激物ですからね、キムチもね。まあ、キムチは、そのお好み焼きやね、フライパンで、その豚キムチとかもあるぐらいやから、火を通すことには理解できるんですけども、まあ、たくあんに火を通すっていうのは、まあ、どう想像してもちょっとまずいですよね。なんやったら冷蔵庫からパッて出して、そのまま熱々のパンにポンって置いてね、パッて食べたいなって。そのご飯のね、白ご飯にそのたくあんの黄色がつくあの感じとかも結構好きなんですよね。みんなも好きでしょ人それぞれだと思うんですけどもね。まあ火を通すのはやめておきます。まあつまり許可されてるもんだけを食べなさいってことですね。まあそんな感じでね、言うこと聞いておきます。まあ、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。